こんにちは、黒橋ずこです。今日は皆さんが絶対に失敗しないで済む丸底のからくり巾着をお伝えしたいと思います。まずこの布を生かしたいなと思うきれを用意します。そうしましたら、この出来上がったので言いますと、ここが紐通しの口布のところに挟み込んでつけていきます。これが2枚必要です。両端はミシンで畳んだ布を縫っといてください。そこを表側と、それから底からちょっと上がったところぐらいまでは、この無地の色にしてありますけども、これで円形の巾着の底をつけるときに、ギャザーが寄る部分を計算して円が作られていますので、寸法を合わせるのはギャザーで合わせてくださればいいので簡単にできます。底の方は2枚用意してください。中袋用の底と外からかぶせてまつりつけるようになっています。まず本体を作ります。パッチワークの部分を表側と裏側を用意し、剥いでおきます。中袋の布はこの全面同じですね。その中袋と表の袋の間に口布のギャザーを寄せる紐通し部分を先に挟んで縫っておきます。今回私は1センチの縫い代をつけておきました。それをそれぞれ前分、後ろ分というので2枚に、用意したら、この巾着のからくりの紐を、これは、最後に紐を通した時の紐は布でくるんで後でつけますけども、こっちの紐を絞ると閉じます。こっちのからくりのからくりたるところがこっちの紐ですね。これは2本必要ですね。右側からと左側から。まずこれの袋にするために縫う位置ができる前に、からくりの紐をどちらか一箇所に、口のところから5ミリほど下の脇、縫い代の部分に、私はしつけ糸を通して、しつけ糸でここに仮止めしておきます。で、まあ、位置をしっかりと留めておいてください。1センチ縫い代がありますので、口のところから1センチの間ぐらい、ちょっと内寄りかな、5ミリではなくって、もうちょっと内寄りに仮止めをちゃんとしておいてください。で、動かなきゃいいっていうんだけど、動かなくするためにこれが跳ねて外側に出ちゃうと、縫ったら表に出てこなくなりますので、このビーズを入れた部分も軽く留めといてください。そうしましたら、これを中表にして、両脇だけ全部縫い代の位置でミシンで筒に作っちゃって構いません。で、筒に作ったら、この筒の底の部分ですね、底の部分のところに布を全部通して、口布のところはこれが合わさって、全部これをこうするように二重にしてください。そうしましたら、この二重の底の煙突のように穴が開いてますから、スケート2本取りでぐしぐしぐしっと一周縫って、ここを絞ります。絞るのはキュッと絞ったらより小さくなりますけど、底がこれだけ用意してありますので、そこからはみ出ない程度に、ここはゆるゆるにしてくだされば円筒ができます。そこそこここに穴が開いてて構いません。絞り加減は好みに合わせてくださっていいです。このくらいで輪になったところで、もうそこからはあんまりグズグズと穴が広がったり、ゴムが入ってるわけじゃないので、ここでギャザーを整えて、でこちらの方を使って、外からまつりつけますね。今度は
底が祭り上がったら裏側の中袋の方を出してここに全く同じことをしてこういうものができて、そうするとこちらを入れて今回はこのビーズを入れる時の一番下で止まるように結んでしまいます。でその結び方を一番見ていってほしいところですね。止めておいてくださるともう自動的にこのプラプラさんが出来上がります。こちらの方は丸いこのヨーヨーキルトを作るみたいに円形にした綺麗の端っこを畳んで一周縫うんですけど、縫ってちょっと綿を含ませるとゴツゴツしないですよね。これシルクなのでゴツゴツした結び目がここに響いてこないように薄く綿を入れてあげるとふっくりしたものもできます。ただねこれを差し上げるときにみんなすごく喜んでね引っ張るんですね。こうするのはいいし、これが一つの不思議ちゃんなんですけども、でも引っ張りすぎてポンと抜けることがよくあります。それの修理が結構大変なので、脇を縫う時の注意としてはここのところは2度とは言わず3度でもいいからバックステッチを何度か繰り返してここのコーナーは両方ともつけといてあげると少々のことでは、だから1本縫ってバックステッチをするときに同じところで縫って布を傷めちゃう恐れもありますので、縫い代側によろけながらジグザグジグザグしていってくださると、こちら側に寝かせてるここの1センチからこっちがプルンとしてるわけですけども、外側を5ミリぐらいの幅ここだけはジグザグと行ってジグザグと戻ってそれからまっすぐ縫っていくっていう風にしておくと、後からこれがせっかく可愛いのに取れちゃったのって言ってくることがないと思います。